どうもこんにちは。今回はですね、ベルトの修理をしてみたいなと思うんですけども、修理するものはこれです。今ですね、ここの留め金のところが、ここが真鍮でできてるんですが、これが折れてしまって、もうベルトとして機能をあまり果たさないような感じになってます。まあ、できるだけこれに近いものがいいなと思ってて、で今回買ったのがこれなんですが、今回買った方が一回りぐらいちっちゃいんですが、まあまあつけられないことはないんじゃないかなということで、今回これにしてみようかなと思います。構造なんですけども、ここに今縫い目があるの分かりますかね。こことここ、この部分とこのバックルを留めてる感じですね。まあ見て分かる通りですね、結構シンプルなので、単純にこことここの縫い目をこう外してあげて、一回バラすと、で一回バラした後でもう一回ですね、これとこれをつけて縫ってしまえば修理ができるんじゃないかと思うので、初めてなんですけども、ベルトの修理っていうのをやってみようかなと思います。まずはですね、この糸を切るところからスタートですかね。うまく切れればいいんですけどね、こんな感じでほつれてきますね。もうこのベルトもですね、10年選手ぐらいなんですけども、まあまあ10年使っててバックル壊れるのはまあしょうがないかなとは思うんですけどね。でおそらくなんですけど、このベルトはですね HTC っていうところのベルトなんですが、僕と同じようにですね、こうやってバックルのピンが壊れるっていう人が結構いるんじゃないかなと思います。そういう方のですね参考になればいいなと思って今回これをやってるんですが、はい、これで1回ですね、ここがバラせました。はい、バラすとですね、こんな感じに今なってます。こんな感じで開きましたね。と同じようにこっち側も外していきます。僕が思ってる修理の方法でいけば、まずはベルトのバックル、ベルトのバックルってだいたい2000円か3000円とか、まあいいやつはもっとすると思いますけど、今回やろうと思ってるこれは540円で買ったんですが、その金額とあとはですね、縫うための糸と針があれば、できるはずなので、まあ、自分が好きなようにやりたいっていう方や、とりあえず安く直したいとかいう方にはですね、結構参考になるんじゃないかなと思います。いけましたね、バラせました。中はこんな感じになってるんですね。さあ、とりあえずバラせましたので、これをですね外していきます。これでとりあえずですね、分解は完了ですね。これがその要は真鍮の部分が当たってたところですね。にまだ糸が残ってればこれを取ってあげた方がやりやすいんじゃないかなと思います。大丈夫そうですね。はい、こんな感じで、ここから通して、あ、通りますね、大丈夫ですね。こんな感じになります。ちょっときついかな、ちょっときついですね。でここにですね、一応これが通りました。通ったので糸ですね、ロー引きした糸とあとは針、レザークラフト用の針になります。針を2本用意します。でですね、この縫う距離ありますよね、この縫う距離の5倍ぐらい、3、4、5、6倍ぐらいいっときますか。カットして、この糸の両端がありますよね、両端に片っぽずつ針を通していくという感じになります。まず針に糸を通して、糸を通したらですね、今度は糸のですね、どこでもいいので糸の中に針を通します。一回こんな感じで糸に針を刺す感じですね。一回刺してもう一回刺します。こんな感じで2回刺しますね。そしたらこれをこの端っこを持ってこう根元に引き下げていきます。引き下げるとここで糸に絡まってくれて、もう抜けないという感じになります。で反対側も同じようにですね、こんな感じでできたので、これをですね縫っていきますよ。まず針を通して、ここに針を通します。
2枚貫通させて針を通しますよね。そしたらとりあえずこう2本持って大体真ん中ぐらいにして2番目の穴に針を通します。そしたらですね、今度はあの今縫ったのとは逆の方を2番目の穴に刺しますね。で同じく2番目の穴から2番目の穴に通す。分かりますかな、分かりますかね。今こんな感じになってます。最初のところが縫えました。でこれと同じで、今度3番目の穴に通します。後ろも3番目ですね。後ろも3番目の穴に通して引っ張る。そしたら今度反対側の逆側の針で、今度3番目の穴に通して表も3番目に通すと。これをですね一番最後までとりあえずやりますね。こんな感じでですね端っこまで縫いました。端っこまで縫ったらですね、今あの表側からと裏側から両方糸が出てると思うんですが、表側に出てる糸ですね、表側に出てる糸を一つほど縫い目を戻ります。縫い目を戻って裏側に通しますね。でそしたら、この最後の糸の始末はどうするのかっていう話なんですけども、これもですねめちゃめちゃ単純で、肩結びすればいいだけです。もう適当なところで切ってしまって、この裏側に出てるところを糸で肩結びですね。肩結びできましたので、肩結びできたらこの残った糸を切ります。切ったらですね、ちょっとここ分かるかな、こんな感じに出っ張ってるんですが、これをですね適当にこう丸めてやってください。もう丸めてまとめたらですね、これをですねライターを使って炙ってロウを溶かしてやる感じですね。ロウを溶かすと固まりますよね。でまた触ってあげて適当に形を整えて、こんな感じになってますが、これで終了です。ガチリと縫ってるので外れることはないと思います。でもあとはもう一箇所、ここですね、ここを同じように縫っていきます。はい、一番最後までいったので表側を、一つ戻って裏に通します。でこれをまた、適当なところで切って、また肩結びですね、肩結びして、今度はいらないところ、いらないところをまたカッターか何かで切って、この最後のところをこう丸めたり押し込んだりしてまとめます。まとめたらライターで炙ってロウを溶かすと、こうやってまとめます。で、裏側を一つ戻って表でこうまとめてもいいんですけども、できればですね表は綺麗なままの方がいいんじゃないかなと思います。で裏にこれがまとめた後ですね、でこっちもまとめた、ここにもまとめた跡がありますが、裏側がこうなってる方が、まあ、見栄えがいいと思うので、とりあえずこんな感じでやってます。でこれで修理の完成です。今回ですね使ったものなんですけども、まずカッターですね、これはオルファのなんかカッターです。これも何百円かですね。で、バックルですね。バックル今回ちょっとこれちっちゃかったですけども、バックルはですね、まあお好きなものを用意していただいてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、この糸ですが、糸はですね、ローが引いてある糸です。これを使いました。で、これとあとはレザークラフト用の針が2本です。
この針はおそらく3本から5本ぐらい入って何百円、この糸も、何百円かで買えるので、この2つ合わせて1000円ぐらいだとしても、もしですねこういうタイプのベルトの修理考えている方がいらっしゃったら、そういう安い方法で自分で修理してみるっていうのもありかもしれません。ということで今回はベルトの修理をしてみるでした。それではまた次回に。